お。はい。おお、マリー初か、そういえば。ありがてえ。あ、かわいい。白似合うね、この子は、本当に。何これ？誰でも討伐戦 SS。 あ、しかもなんか途中から3個ずつになってる。12、全部で17もらえる。ガチャのやつ？ちょっと見てみます？あ、やべえ、ダンジョン一生やってたから99になってる。じゃない、あ、刑事来たんですね。強そう。ああ。120%5回。全体攻撃力30アップ。火属性のやつか。サラーファなんか火属性ちょいちょいある気がする。ちょいちょいっつってもまだ、あ、コス自体が。火炎か。あ、良さげっすね、これは。最近なんか強くなったよな、やっぱ。全体的に。交換所？これか。これが今回のやつ。ああ、これか。ん？え？ 1？ 1 体につき 1？ え、すごい。もらえるんけ。俺これ持ってないやついけるな。正月。ていうか、この辺がいればじゃあいけるんか。俺、あれだな。持ってないな。このフィオちゃん、ないな。あー、あとこのノエルちゃんもないな。ディニスはちゃんとパンパンまでいってる。ありがてえ。亡命者も多分持ってね。この辺じゃあ、あれだな、じゃあ、溜まったらちょっと、いただきましょうかね。あ、一回ずつ、あ、そういうことか。1133333って。じゃあ全員、あれ、もらえますよってことか。めっちゃ太っ腹だな。ありがとうございます。わけで、じゃあやってっちゃいますか。天使世界からの歌姫。どういうお話になるんですかね。行きましょう。火炎か。おお、そう、あの A2 さん再評価が来てまして、いい感じになってるみたいですね、今。カタ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 、薄暗い部屋に単調な音が響きます。明かりをつけるのも忘れられた室内で、数枚のディスプレイが光光と輝いていました。映っているのは白い服の華奢な少女。
花びらのような唇に笑みを乗せ、長い指を伸ばす姿は愛らしく、まるで歌っているようです。彼女は知性すら人工知能に委ねるほど科学の発達した国家で、人々の熱狂を集める歌姫でした。しかしスピーカーからはかすかなノイズが響くだけで、透明な歌声も息遣いも届くことはありません。カタ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 、キーボードを叩き続けるくたびれた中年男。この部屋の主である彼は、よどんだ瞳で画面を睨みながら、指をせわしなく動かします。かさついた指先から生み出される、挑発的で刺激的な言葉。男は、ネット記事専門の記者でした。使い込まれた表現なら、思考すら経ずとも、溢れるほど積み上げることができます。読者の好奇心を煽る言葉が、その指に染み込んでいるのです。かつては日の下を駆け回って、不正や汚職を暴き、弱者の訴えを記事にしたこともありました。けれど、一人でできることには限りがあり、生活は逼迫、手段の変更を強いられました。もっと楽に稼げる仕事は、もっと金払いのいいネタは、生きていくには仕方ないんだ。今や飯の種はディスプレイの向こうで歌う謎の歌姫。この情報化社会でも暴けない正体を突き止められたら、どれほど儲かることだろう。あまたの疑惑を連ねた記事を投稿し、男は次の作戦に移ります。いつだって、すべきことは、一つなのですから。なるほど。マリーちゃんの情報を追ってる男か。うーん、飯の種ってわけか。ライブ配信を終え、歌姫は一息つきました。もっとも息が上がったり疲労するなんてことはないのですが、なぜなら彼女の正体は実体のない高性能な人工知能。電脳空間をたゆたいながらひっそりと活動する存在なのです。自分の歌でみんなを笑顔にできたら、届けた思いは受け入れてもらえたでしょうか。いつものように緊張しながら寄せられたコメントを眺めます。紅葉を反映したように電脳空間上でふわふわ浮かぶ言葉たち、手に取ると柔らかく、読む前から感情が伝わってくるようです。あったかかったな、癒されたよ。綴られた思いは優しく軽やかで、彼女まで温かな気持ちにさせてくれるのでした。胸をなで下ろしながら次のコメントを。そこで少女は手を止めます。漂う言葉の中におかしなものがありました。まるで何かを仕込まれているようないびつな形の浮遊物。歌姫とはいえ人工知能ですから、正体はすぐにわかります。配信を行うサーバーやプログラムを特定するためのクラッキング。
彼女の正体を探ろうとするものでした。少女にかかれば、指先でそっとつついて、対処は終わり。ですが、彼女は考え込んでしまいます。クラッキングプログラムを壊した指を、可憐な唇に当て、相手の思惑を推測。これまでも同様に、少女の正体を探ろうとする動きはありました。面白半分、冗談半分。動機は様々でも、何度も対処されれば、大抵は諦めます。ですが、この相手は、プログラムを使用しているとはいえ、何百回、何千回と挑戦し続けていました。放置すれば、いずれ危険が及ぶ。危惧した少女は、探索に乗り出すことにしました。まあ、あえて自分から、あれか、行ったんだな。接触がじゃああるのか、この後。ネットワーク使用履歴、いくつもの端末アドレス、そして利用者の個人データを遡れば、クラッキングの犯人の特定はたやすいことでした。市内の監視カメラを覗けば現在地もわかります。無個性な風貌の中年男、苛立つ様子を覗けばどこにでもいるような一般人でした。歌姫に見られているとも知らず、男はブツブツとつぶやきます。何度クラッキングを仕掛けても手応えはなく、どんなプログラムも弾かれるのです。たかが歌詞を守るにしては、手が込みすぎている。複数の企業の癒着を確かめた時や、金融機関の闇を暴いた時だって、これほど強固なセキュリティはありませんでした。幾度も危ない橋を渡ってきたからこそ、男は確信します。謎の歌姫は、政府に守られているのだと。睨み据えた施設は静まり返り、どんな思惑も拒むようにそびえています。政府はプロダクションでも運営でもありません。だから話題性のためにセキュリティを高めたわけではないでしょう。歌姫の正体は国家機密に値するほど都合の悪い情報なのだと男は推測します。国家ぐるみの隠蔽か。大きなネタを前に、不意にこぼれるいびつな笑み。見つめる少女に、あの日の不安がよみがえります。さらなる情報を求め、男は政府機関にクラッキングを仕掛けるかもしれません。そうなれば、政府は一切の容赦をしないでしょう。瞬く間に追跡を図り、問答無用で粛清される。彼の命を守るためには、思いとどまってもらわなければ。けれど、どうやって伝えればいいでしょう。少女自身も狙われているというのに。何度も何度も演算処理を行って、彼女は最善の道を探りました。そうして得た結果は、歌姫という立場を生かした作戦でした。ああ、守ろうとするのか。優しい子だもんな。
次ラスっすね。突然の告知だったにもかかわらず、歌姫の新曲発表配信には多くの閲覧者が詰めかけました。カウントダウンを経て映るのはあどけない面差しを切なく曇らせた歌姫。人々が違和感を覚えた瞬間、情熱的な旋律とともに歌詞までもが溢れ出し、画面を覆い尽くします。それは激しくも切ない恋の歌でした。愛しいあなた、どうか近づかないで。これ以上踏み込めば身を焼かれてしまうから。視覚にも突きつけられた言葉の数々は彼女に許された精一杯のメッセージ。どうかあの人が気づいてくれますように。一縷の望みにかけて歌姫は祈ります。配信を終えた電脳空間には普段以上のコメントが殺到していました。文面はどこか興奮し、新たな曲調も歓迎してくれたことが伝わります。ですが、探せども探せども悪意が隠されたコメントはありません。男はクラッキングを諦めてくれたのでしょうか。少女は思いの丈が伝わったのだろうかと深く息をつき、彼の敬願に感謝しました。明日からも歌い続けよう。あの人のことまで笑顔にできるように。明かりをつけるのも忘れられた薄暗い部屋、数枚のディスプレイが煌々と輝き、切ない表情の歌姫が新曲を披露しています。どうか近づかないで、そんな歌詞が部屋の主のために現れます。しかし、よどんだ瞳に届くことはありませんでした。歌姫の放つ輝きはぬらぬらとした赤に染められた無音のキーボードを無情にも照らします。傍らで横たわる男は頭蓋を打ち抜かれ、静かに息絶えていました。室内に残るわずかな硝煙の匂い、それは時が来れば消えるでしょう。近畿に近づこうとした彼のように。いやあ、切ないお話だったけど、まあでも、すげえニヤっぽいなとも思いましたね。さてと、いつも通りですかね。あ、メダルかわいい。いつも通りにやってこうかなと。で、また EX まで全部クリアして最後、あれですね。ライブラリーを、ライブラリーだっけ？図鑑？まあ、見て終わりたいと思います。切ねえ感じだ。なんかでも、王を引っ張らないで、スパッと終わったのはかなり、好きなお話でしたね。というわけで、このマリーちゃんか。MA416
記録の守護者、歌い歌われた者、語り語られた者、賢者にせよ愚者にせよ、その伝承と実情が等しいものとは限らない。それは不幸な行き違いかも、成功な計り事かもしれないが、残された者たちは残された情報を好きに解釈する。死者に真実を語る機会がない以上、記録は消え、歴史がどうしようもなく欠けてゆく。故に人々はせめて美談や教訓談として記録に残すのだろう。栄光は繰り返し、過ちは繰り返さぬように。死人に口なしか。どれだけ歯がゆくても、今の私にできるのは歌の力を信じて歌い続けることくらい。でも本当にそれだけでいいの？いいえ、私は。マリーちゃんの葛藤が見えますね。本当にもう全ての人を救おうっていう純粋な、ああなる前のマリーちゃんですね。この子は本当にでも最後まで、いい子だったからな。いいですね。このあれですね、スカートのところのこの、なんて言えばいいんだ、この影の感じ、質感というか、よく出てるなと、思います。まっすぐこっちを見てるイラストってそこまで多くないと思うんだよな、ニーヤのやつって。こっちをすごい見据えてる感じのイラストで結構印象に残りますね。そういえばあれですね、今なんか討伐で SS をなんか取れるようにしたよみたいなキャンペーンがあってびっくりしたんですけど、どれだっけ、ようやってんな俺も。この誰でも討伐戦 SS ミッション、このこれをやるとあれですね、店長が24個もらえるみたいな。びっくりした。これしかもミッション自体すげえ楽なやつですね。すぐにでもできる。これで新案のレバニアと新案の旦那を取ってくださいよと。あとはあれですね、キャラクターとかもあれですね、もらえるみたいなんですけども、ちゃんと覚醒石まで全部ついて、あとはあれか、魔導書とかもか。ほんであとこれですね、黒真珠とかも超くれるっていう超特大キャンペーン、これいいんすかっていう感じのやつをやってるんで、そう、持ってないキャラも3体ぐらいいたんですげえ助かりましたね。今後とも、続けていきたいと思いますんで、今日はこのぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様です。24個すごいな